なんか塗り替え道場やめたいって言ってショートぶつかったでしょ。そこ使っていい。単価が全然上がったもんで、単価が全然上がった。テレビでしか見てないんで、腹割ってなかなか喋れないんです。職人いじめとんかなとか思う。日村翔じゃなくて失敗しで、その上で今日パチパチもめんかったら俺は楽しくないから。ショックなの。ちょっと考えてみるか。日村君はあの、あのモニターにしていくと思うけど、もう一つかなと思う。その例えば現場にまた聞きもあるんだろうなと思う。例えば俺と喋ってるのを現場さん、現場来て誇張していっとる。じゃあいいんだよ、お前は俺に持ってますか。戻したの嫌やろ。あれ、何にするわけ。この辺カットですね。今の使っていいよ。いいんです。名前だけ P で。スリー。ブス。動画見たの。動画見ましたよ。視聴者の人はちょっとついてこないんであれだけど、とある職人さん、とあるとまあ分かるかも今。はい。だから、まあ現場で愚痴って、もう俺もちょっと全然覚えてないんで、けど、で酒も飲んだとこも撮っとんのあれ確か。撮ってます。撮ってますで、まあ社本社店長。俺と18から一緒に俺が一番ぶん殴ったやつなが、まあちょっと責任者になっちゃった、偉くなっちゃったのってなのか、はい、がまあいろいろ、まあこれが本当のリアルで、やっぱその管理側と職人さんがいる、もうお互いに気持ちもあるな。でもお互いに話した方がいいだろうし、見てどうだったの、ぶっちゃけ。これもおるだろう、ぶっちゃけですか。いいです。いや、まあ受け入れてますよ、あの内容に関しては。あ、なるほど。はい、ちょ、俺もちょっと覚えてないね、ちゃんと言ってな。ちょっとこんにちは。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。木山とも、木山君、はい、昨日も来ましたね。はい、すいません。すいません、やかしいのが。緊張してるんです。なんか場が重たいですね。場が重たい。はい。あんまり良くしない。動画見てますか。ない。あ、見てない。うん、あ、裏で喋ったか覚えてないじゃん。あんま覚えてない。今日公開された。金曜日です。昨日です。前もらったやつは。でかい。すいません。やだね。問題。すいません。これやばいでしょ。3倍分ぐらいあるじゃない。何リッター入ったのこれ。おでーす。はい、じゃあ注文も終わりまして。はい。まずじゃあどっちから聞き出すね。ちなみに視聴者の人は、まあ、知ってる人も知ってる人もあるけど、本社店長、はい、でミノリ店店長だけど今昇格して、まあ、一応井村より上だからね。ミノリ店道場の責任者で、もう俺はもう店長会議ってない、これだから初めてだね。で浜野さんは、まあ、今うちのレジェンド級ってまあ何人おるか、結構おるか今。お客さんともめちゃくちゃでした。ノープレームじゃん。どうなんですか。前で一緒に動画撮ったの、床のね、あのベランダの床の、あれだけ浜野さんで珍しい部屋、床の焼けたやつね、養生で焼けたやつ、あれ本当にね、また視聴者の人あれもう一回見直しほしい。まあ本当にないんじゃない。そんな職人にお前嫌われてるってもやばいと思う。やばいで前回の動画で浜野さんはお前に対してまあストレス溜まっとる、外線して溜まっとる。でしかも動画もうずーずー使ってくださいって動画作ったやつをだいぶカットで入れたらしいから。でもそれで俺動画見てめっちゃそれなんか伝わったっす。カット前見せたんだよ。今の人の顔がトウモロコシみたいな顔してるなって。あれを使ったっけ。あいつマジ性格悪いですよね。後半がただの悪口。誰が、俺が動画だから。あ、それ使われとんだ。使われてる。ほぼほぼ 100% 使ってます。同じことを言ってるところはカットしました。同じことを、あ、そういうことな。はい、自分で見て飲んでくれえなと思ったので、うん、そこはもう切っていい。まあ、じゃあほとんど、じゃあ、あの時に、まあ、飲んだ話は大体伝わっとるっていう認識になるの。じゃあ行きましょうか。どっちが行く？先行は。先行とかないですけど。そういう感じ。まずはさ、まあ、視聴者の2人もちょっと1個伝えたいのは、第一線で俺は仲良くしてほしい。まあ、今日お前の車に行ったことと同じやん。いいもん作ろうと思ったらやっぱもうバチる。お前のこと、みんながそのウェイト置いとるのも違うからね。浜野さんやっぱ喋ってるんですよ。やっぱ仕事の品質っていうところにすごいことある。営業もやっぱうちの会社はやっぱ品質寄りだよね、どっちかっていうと。
ノリだけでやっぱり数字とか契約率とかっていうところにやっぱ目が行きがちだから、みんながそのいろんな思いがあってやっぱ真剣にものづくりしょるからぶつかりゃいいと思うんですよ。そうじゃね、個人的な人間だったら人騙したらいいんでしょ、お客さん騙したらいいんでしょってやつだったらもうこの回ってないじゃん。だからまあそれは大事前提に視聴者の人は感じてほしい。でその上で今日バチバチに揉めんかったら俺は楽しくないから燃やすからどんどん炎上が出るから、はい、出し切った方が多分絶対いいです。じゃあ行ってみましょうか。どちら行く？ちなみにその浜さんはあれですか、その前回のあれでなんか出し切ったって感じなんですか？俺も動画しか見てないですよ。もんで喋ったら、まあなんかもうゴードビーなって感じになっちゃう。あ、逆に？いただきます。そういうことですか。すっきりしちゃう。すっきりしちゃう。どうでもいいっていうのはあれですか。すっきりしちゃう。あ、すっきりしちゃう。なんか動画見て、あ、じゃあ僕やりましょう。あ、分かってる。ショックなの、ちょっとついた。ちょっと長めに両方あります。両方あります。だってもうあの来る前に携帯、あの昨日携帯で見てたんですけど、もう携帯バリバリ見たんですけど。お前だよ、ほんとね。こいつの好きなこと言いやがって。基本的に浜田さんが言ってたことは、受け入れてます。何を言ってた？何を言ってた？まず、偉そう。上から。お前それ言うやん。めちゃ浜野さん。いや、いやみたいな。あ、ほんと？あ、そこまで撮った？言ってました。あ、俺見とけよかったな、今日な。あの、物の言い方が上から。なんか言っとったね、酔っ払ってね、あの野郎みたいな。職人いじめとる。あいつ金細けえの。TV でしか見てない。ああ、言ってた。あ、職人じゃねえからねって。それちょっとコメント欄でよく書かれてましたね、そこのところ。やりづらくて手間が一緒やったらおかしいやろとか。コメント欄でもこいつだったらやるから。そうです。あ、マジで？めちゃくちゃ戦いとる。でもその平米についてはかなり多いコメント。話をしても聞いてくれない。提案、今日提案して、ああ、言っとかね。提案しても、こうやってやった方がいいんじゃないかなって言っても、今のこと考えながらで、僕の考え方を曲げない。だからほぼもう意味ないよねみたいな。言っとった。まあまあ言っとった。でもそれあの動画でしか見てないんで僕は。どのことっていうのは難しい。マルシェ来たよ。はい、俺じゃないの。あ、そういうことですか。で、あの動画見て思ったのは、まあ、さっき浜田さんがあの途中で休憩入れるしたように、ムカついたのがショックだったとかみたいな。まあ半々だった。これそのまま食べる。あ、もう基本でも受け入れてます。人教えてどうぞねって言ったら申し訳ないな。チンだから。昨日教えてもらった。また聞きもあるんだろうなと思って。あの、もともとは管理持ってたじゃないですか。みんなからこう聞くのよね、これは。で、それだけの話を聞いて、ああ、こういう風に言ったんだっていう風に思われるのは、これ嫌だね、嫌だね。あ、どうしよう。それは、どういうこと？でも、まあ、管理が、例えば俺と喋ってるのを、管理が、現場さん、これ聞けよ。これ聞けよ、みたいな。俺は、そういうこと言うとなって、やっぱ思っちゃう。そうそう、思っちゃいますよね。で、それって、俺は、そこを鵜呑みにしてもらうと、それはちゃいますよね。そんなこと言ってないし、そんな言い方もしないよっていうことも、動画の中で。なんかそれを感じたもんね。そんなこと浜野さんの顔今撮れたよ。でも直接喋ってないよ。そんなことねえよみたいな。そういうのを感じたから、だから反省もあるっていう。で、その俺の伝え方で直接伝えてないのも俺が悪いし、あのその管理してるやつも俺の悪口を言ってる。それも俺の関係の気づき方が悪いのかなとも思うし。あ、いいよ、顔の結果はね。顔の最近来ました。
上が君臨しちゃうから、そういう風に思っていないですよ。またね、社長も動画で行かれるので、あいつは気づいてないから、ね、あもうなんか思ってないけど、気づいてないいう感じで、こう言っとったじゃないですか。言ってました。まだ言ってるね。もちろん気づいてない部分もあるから、自分で一回やってるけど、俺の中では気にして材料の成分だ、現場に行って喋るようにしとっただけにショックが出てくる。もう取り組んでたんだけど、だけどそれが やっとったからあのどうとかじゃなくて、はい、フッ素と向きはどう違うのとか普段からもっと意識しなかった。どう今までの情報じゃないですか、俺のな例えば発言だとか行動だとか、偉いですよ、職員さん次には改めなかった。その辺営業さんに聞いて、はい、だから私も車に反応して何がいいの、100受け入れとるよ。向き向きって何なの、向きだから腹も張ったのに向きしつつだけだよね。なんででも僕が最後悪いじゃん。まあでも俺は何が面白いかって、結果ハムロさん何も喋ってない。俺来たら言いますわぐらい俺言っとったくせに何も喋ってない。そうです、運命です。だから僕に喧嘩ってくれてるんですか。そう、聞いてる。俺はここで喧嘩は何しようかしら、腹割ってほしい。まだお互い腹割ってない。喧嘩してほしいんじゃない、本当は腹割ってほしいね。でしょ、聞いたこと言ってないでしょ、ぶっちゃけ。それは気になる。俺さ、いやでも浜田さん、まあ、この機会にでも本当に言ってください。ああマジで井村君はもう威圧感がある。威圧感多分、ね、あれなんあるよね、やっぱりその初期からいいじゃないですか、うん、ずっとやっぱり社長のナンバー2ずっと行って、やっぱりみんなが、井村さんは絶対的な存在で、でもやっぱり人じゃないですか。井村さんは厳しいよ、細かいよ、そういうのを植え付けられて警戒するんですよ。誰が植え付けた、でもそれを植え付けとる人も多分おると思うんですよ。で結局やっぱりその俺はやっぱりその井村さんに飲み行ったりとか、まあ、あのスナック行ったりとかカラオケ行ったりとかあるので、井村さんの見える部分って、まあ見れてないけど見れてる部分はちょこっとはあって、うん、その職人さんとかって結局そんだけやっぱり合わないじゃないですか。特に浜さんないですよね。でとっつきにくいじゃないけど、そういうのがあるのかなって。でも井村さん結構その俺、まあこれ言っていいのかわかんないですけど、一回辞めるってなった時に一緒に米田行ったじゃないですか。だいぶ弱ってくるんですよ。あの時とかでもあなんか人だなって、それまではあんまり人だと思ってなかったです。悪口じゃない。やばい、この人は悪口じゃない。いやもう本当に、でもそれくらい介護するのうまいっすか。いやいや全然そんくらいさらっとすくってこない。豆腐をスプーンで拾えない人、拾える人みたいな感じでね。わかります、ね、わかります、ね、コミュニケーション、ね、そう、まあ、そういうことですね。コミュニケーション力が低い、高い。多分ね、俺あの事務所でさ、新入としよって、井村君が、って言ったら、みんなビクッと思うよ。それ言わせてください。それは浜田さん、勘違いですよ。言っとるよね。俺そこで調査したの。事務員も、動画になかった。井村さんがおるときは、ピリピリしとる。浜田さん、言っとったね。いや、ピリピリしとるっていうか、これ多分社長いないからわからんと思うんですけど、僕は、わかんないです。これ勘違いだとしたら。でもお前の勘違いだよ、しゃべらん。人がどう思う。いや人がどう思うか、ね、いやピチャクチャ喋ってる時もあるし、喋ってない時もあるし、浜田さんに来た時は僕も結構黙々とやってるじゃないですか。ピリピリしとるっていうのもあると思うんですけど、でも僕校舎帰ってきて上がっていくと思うんですよ。ピラピラ喋ってますよ。何を喋ってるか分かんない。仕事のこと喋ってるのか分かんないですけど、まだ出るシーンってなってる。お前らじゃん、すっごい冷静にしてるね。そこが難しいです、僕は。逆にふらふら喋ってるのは許すのが難しい。許せるタイプでしょ。はい、許せるタイプでしょ。僕許せる。そう、許せる。許せる。
ユウさん、チャールさん、違うよね。許せないかと思ったら、皆さん違うでしょ。許せますよ。みんなが喋ったら、バイブ全員喋らんかーんとか言って、いや、言わないでしょ。いや、聞いていきたいな。そんなもん、こういう風に、だから、感じてんだなっていうのは、浜田さんこうやって言ってくれて、俺も勉強になったし、冗談は言うの、冗談言いますよ、言って冗談が正義じゃないけど、じゃあ俺は一まず経営者の立場で一個話したら、浜野さん俺からしたら高いじゃないですか。だって上がうるせえからちゃんとやるじゃない。ああもう誰が言うのちゃんとした仕事うちに来た、あの本当にこれ本当にね、視聴者の皆さん、浜野さんが来た理由って何か一つ、今までやってきたもの統計は俺が一生懸命やったら そんなにちゃんとやらんでいい、お金払えんからこれでこの仕事したいんだけどこれでやってって言われたから気に入らんからって言って紹介もらって、この人は仕事はこだわりたい、いい仕事をしたい、だけどそれを受け入れてくれる会社がない、できてくれるどうだったから、でもこれじゃあ井村翔、はい、君こういったさ、俺が言ってるからどうじゃないよね、事務所に帰るどうのこうの、事務所がピリッとなる、細かい厳しい、まあ何喋っとんだしろしろという人たちがやっと会社にちょっとずつ増えてきたから、俺は塗り替え道場を任せようと、まあレベルが上がりました、上がった、これでもまあまあいい年やもん、36? まあもう36だよ、まあ、まだこんなとこで俺がごちゃごちゃ言わなあかんの恥ずかしいよ、まあ、俺月曜日大丈夫ですか、うん、多分、あ、そう、月曜日ですか、あ、そうです、何月ですか、10月23日うちのお母さん一緒で、マジ、ぜひよ、10月23日そうなんですか、毎年誕生日おめでとうございます、送りますもん、俺偉いね、うわすごい、見てみどうすんの、豆なんですよ、それ大事なの、本当に大事なの、自分の強み分かっとる、案外細かい、細かいですよね、細かいっていうか豆っす、うん、だけどお前がそのそれただの口、結果川合君に自分は任せちゃうの、口じゃないですか、口じゃない、それ暴力、いや俺の得意分野暴力、それはみんな知ってる、俺の得意みんな得意分野暴力、井村さんが俺井村さんがめちゃくちゃ好きなんだよ、うん、まあ、だからいいよ、ごめんいいよ、違う、これ来る時に行ったことあるの、お前なんかこれカメラ回してもう いやそうろうみたいな感じ、行きたくねえなみたいな、まあ、エンターテインメントだって、エンターテインメントだって、だけどお客さんのとこ行ったらお前演じるわけだろ、じゃあここでも演じる、浜野さんに乗っかられるかお前が乗っかるかどっちかだろ、だけど気分よ、慣れてもらえよ、浜野さんが楽しそうな仕事しちゃええやん、そういうことでしょ、外部の社員来てんな、それがリアル、今結局金じゃないんですよ、これは本当に使ってほしい、人間って金じゃない、人らなんです、人、そうでしょ、だから人でやってきた、今もう本当に買い物したいために行きたいから、これは払わってるいいやつだから僕の方が可愛くない重いな、だけど俺は可愛くに行きたいとは思ってないです、思ってないの、思ってないですか、今の子が変わってくれれば俺はもう全然もう放射性やばいくない、ないです、本当ですか、はい、なんか今日ちょっと綺麗な感じ出すのやめましょうよ、さそんな感じそんな感じやだよ、せっかくやっぱこういう場があるから浜野さんがまあいろんなことをやって僕らより先輩じゃないですか、その中で井村翔にアドバイス、まあ、コミュニケーション
なるほど、なるほど、なるほど。コミュニケーション力。まあ、ね。今日までは今日までは。だって実際さ、ぶっちゃけさ、あの今日の現場に来た時に、うわ今日何言われるかなってちょっとドキドキする俺がおるもん。なるほどね。今日は何を言われるかな、うん、でも僕現場に来た時なんかそんな言ってます。言われるんだけど、そういうそういう思いが俺は印象とかね、うん、プレッシャーを感じる。あ、そうなんですね。プレッシャー。別に今まで何か言ってきたわけではないけど、プレッシャーを。いや、あるんだよ。いや、本当に浜田さんに言ったことないと思う。俺には大将が上手い。いや、違う。言ってください、言ってください。浜ちゃん。多分浜ちゃん、そんなにいいの？俺もそうでした。俺も最初は情報です。結局周りから入ってくる情報が強くって、でも情報入るってことは作ってるのはいいのか。やっぱりその情報になっちゃう元を作ってるのは多分皆さんだとは思うんですけど、その情報はやっぱり一人歩きしちゃって警戒しちゃう。その多分警戒、警戒しちゃう。構えちゃう。構えちゃう。それは情報だけじゃないと思うよ。今までのお前の積み重ねだと思う。食べる？食べるの？食べる？一つ。今こいつにもちらっとこれ言ったことだけど、めっちゃ怖い。俺の前に来たしね。それはそんなもんだろ。いやリーダーってそんなもんでいいんですよ。俺はさっき怖かったもん。親方は怖かったもん。でそれで俺らはやっぱ仕事をもらうと立場があるので弱い立場です。食べられちゃう。なんであんまりそのみんな言えないのがやっぱあるんで。いやそれがね、あいつ来たうるさい細かい、あ怖いピリッとする、事務所もピリッとする、それでいいんだよ。でもその後何だろ、井村翔ってブランド作ってもらうと、そんな目やね、松井さんの動画あれ公開されたから、これを前にされてるはずです。みんなはまだ見てないです。そんな目、動画の中で見てもそんな目だよ。一緒に頑張りましょうって叫ばしたから、一番結果出してないんですが、そうですね、僕は本当に横浜盛り上げていきたいんですよ、明日から頑張りましょう、イエーイと言って、もうマスウチュー偉そうに喋っちゃった動画の中で。俺それ見て、あーもうマスウチューなんだなと思った。子供抱いてみろ。今はないんだよ子供抱いてみろ。俺の方じゃねえわ、親分じゃねえわ。君の君今さ、みんながさ、なんかやっとちょっとイラッとする時があるんだ。あれみんながって言うの、イラッとしてる。見てくださいジンベスよ、いつもなんかイライラしてきそうかなと思ったもん。メガでいい？でそこはだめ下手くそ。アスケ。アスケ。いや。今日さんみたいなないです。そこだけ。腹が立つことは。なんか嫌われるっていうのは俺まあ浜田さんに言われたことある。ちょっと褒めることもある。まあ、会社は好きなんだな。会社が好きな社員が何人おるからなって。仲良しクラブじゃねえもん。会社はでもそこで人気出せよってこと。俺は厳しくてもいいけど、浜野さんがあの子厳しい、でもいい男だよねって言われてないよねって、でもいい男だよねって言われなかった。俺だったら浜野さんの方で、はい、どうだった、思い出した、思い出ました。画面割るぐらい見た携帯の画面割るぐらい見た短いよ。カズヤしてほしくないのは、僕の中ではお客さんの契約金額と職人さんの金額は別物だと考えてる。全くの金額だよ。それ大事じゃない。お客さんから値引きして契約取ったから、職人さんにじゃ下げて出します、俺そういうこと一切やったことない。臭いよな。まあ分かんないですけど、臭いよね。それは成績一切やったことないんで、たまたまね、合わない現場が続いた。それは安く取ってきたからではないです。単純にそこは原価の見誤りと思ってもらって、でも本人言ったらですよ。
僕もじゃあ自分でやってた時もあります。だけどじゃあ安い仕事やったことあります。合う現場合わない現場絶対あるじゃないですか。あるな、あるじゃないですか。でそれをじゃあ1回合わなかったから2回合わなかったからそんな無理でしょ、で自分で仕事取っておけばいいじゃんっていう気持ちもあります。ぶっちゃけね、 あります。だけどそういう…トモさん何ちょっと何だよ。もう分かる、分かります。もう全然…いや分かってると思いますよ。俺ほんとアモロさん今日嫌いになったあらもう侍じゃねえやな分かるよとか言って、いやそれで違うでしょって言わないわよ男だったら。首でしょ。いや首でしょ。ちょっとあ、まあ、じゃあ俺ちょっとシュクシュクるわ。ちょっともう気になるから、全部喋っちゃう。はい、おシュクってください。顔中の方がするワンカードすぎるまで締め早いから、もうちょっと締めて、はい、ちょっと頑張る、はい、じゃあ俺が勝手にじゃない、もう俺勝手にじゃない、締めるね、バーッと語れよ。まあまあまあ、すごいところで遮りますね真ん中どうぞ。あのそういう思いはあります。だからあの自分でやってた証し1日1万5000円にもならない仕事の仕事で、職人だからコメント見れば職人やってねえやつが営業やるとこうなったとかありますけど、俺はもうそこはもう完全別物だと思って、だから俺は浜田さんがこんだけしか予算ないんですよ、だからこれだけでやってください、俺多分一回も言ったことないと思うんですよ。だから単純に多分身余り、いや誤り、そこは見せたら下が回らない、うん、で逆にそれはもう浜田さんも言いづらいかもしれないです。で言ってくださいそれは。いやなかなかそこはでも浜田さんが例えば言ってくるじゃないですか。例えば浜田さんが言ってきました、僕の中で浜田さんいやそこまでやってないですよなったら思ったら僕も言うんだよ、うん、だけどあ分かりました。金山の現場もこうちょっときついね、いつもよりちょっとあれだねって覚えてます、すごい。で僕はその伝え方がその時下手くそだったんですけど、言葉足りんかったかもしれないけど、そうですか、平米感、平米でしか見てないって言っとったんですけど、動画で僕別に平米だけで見てないですよ。だからあの覚えてないかもしれないですけど、浜田さんでも平米これだ、これぐらいだったからこれぐらいで見ちゃったんですっていうのが伝えたかったんですね、その時。だから僕多分最後にあのもしあれだったら多分言ってください、僕多分言ったと思うんですよ、金山の時に。だけど浜田さんはいや言いたくないじゃないですか基本。でもそれはまあ受け負いてはその金額の中でどんだけ自分が利益があるかが受け負いだって言えと思う、俺は思ってる。だけどその最低ラインがあるじゃないですか、うん、今日6時までやりました、7時やりました、7時までやりました、僕はそれがあって当たり前だと思ってます、僕は。それが毎日、じゃあ、毎現場それだったら、それはいかんと思う。言ってください、これ、浜田さんは別に何もでもない。そこに対して一つ思うのが、もう一つかなと思うんですよ。その、例えば現場見に行くじゃないですか。やっぱり現状時って、何も足のも立ってない状態で見に行くじゃないですか。で、俺もそうなんですよ。その予算見るじゃないですか。今でこそ原価ベースで金額出してるんであんまり言われなくなったんですけど、最初は自分が職人だから人気拾いしたんですよ。あこれや1日目これやってこれでこれでこれでって拾ってくると、まあ過信じゃないですけど、俺だったらこれぐらいできるでしょみたいな。で職人正直離れてったんですよ。怒られたし、加藤君はできるかわかんない、俺は無理だよ。そういうザコザも結構あって、でそういう中であのやっぱり足場立ったことによってやりにくさが増した現場ってあるじゃないですか。その時に現場行って見に行って現場歩いて歩いてみたことによって、いや分かるんですよ。だからそのあの俺この間その金山の人も確かにその狭いところ浜田さん言ってくれた。だから俺はそこで別に一切出さないようスタイルしたんだ。だけど浜田さんがしたら展開に生まれた、そんな超いいこれだけだからって思ったんですよ。だって俺は現場に対して見に行った上で先に出します。子供のあれはいい、あの言うのがストレスなんで分かってんで、俺も職人だったんで。ああもう言われる前に出すってこと。逆に言うのも労力なのは知ってるんで、だったら見に行った結果これ偉いですよねって。
出させてもらっていいですかって逆に出していいですかって、まあ、自分から先に自分から言います。偉いですよ、向こうから言うの。これ大変だったっすよ、1人くらい。そこの食いみたいな。本当は職人さんからは2人く欲しいって言われるかもしれないですけど、1人く、こっちから気持ちよく1人くって言ったら向こう言えないんですよ。いやらしい話、1人くでちょっと目を見たら、もう好きやらしい。これかもしれない。いいえ、そこ使ってみる。逆に言ったらそういうとこ上手いんですよね。だから見せ方すると、めちゃめちゃドヤ顔してるよ。ちょっと立てちょっとあれがあるよ、あれがあるよ、あのカメラが。でも結局言う、まあ、俺そこがうまいなと思うから。そうそう、だからそのうまいなと思うけど、いやらしい、いやらしいなって思う。だけどでもまあでもそれは結果じゃないですかね。まあ、こうやってなんで僕のことどうやって思ったか分かんないですけど、もう案外あれは仕事しか分かんないですよ。正面仕事じゃない、連れたのもないじゃないですか、正義悪い。案外言ってくれるから、ちゃんと聞く。大丈夫ですよ、正義悪いですよね。だけど、だからその自分のエネルギーを視聴者から、現場もやったことないやつが営業やることになるって言われてるけど、現場やったことあるかって思ってますけど、だけど、それを会社にさ、こんだけしかないです、本当にこんだけしか出せないですっていうのは、多分言うと思うんですよ、俺も。だけど今までその、言っても、これピー入れてほしいけど、それは俺入れてほしいけど、シだと無理にしてほしい。帰ってくるなよって言ったもん。だからあれは何、喧嘩しながら僕は行く、誇張して行ってる。じゃいいんだよ、お前は何持ってますか。あいつなんか知ってますか。分かるやつは分かるし、これいいんだよ。クソ汚い。でもそう、悔しさが一回いやいや、調子いいからね。俺の人も嫌いだから。自分がやりやすいようにですか。だから最初に使うその言葉を読みに行く。そういうのもあるし、そうやって聞くもんね。いつうち展開してるし、そういう意味なって思うじゃん。で、リンクの話もかけて、かけて、そこで撮ったらないって思うんですよ。俺一斉って言どっちかって言ったら営業もそうですよ。俺どっちかって言ったら職人さんがやりやすいって足も組むし、そのために俺足も足りやすいくし、やった現場も思われるし、営業もきついですよね。別に俺になるから負けすぎじゃないですか。あいつ言ったんですか。なんかおかしくない。でも俺はその前にそれをあいつはきついですよね。きついですよね。きついです。だからまあよくもあるとこじゃないですか。だから俺はそれは後から聞いたんですけどね。そういう話は俺には入ると思うんで。ですよね。だからそれはまあ俺も反省しますよ。だからいや俺聞いてあげようって忘れて。で全部話聞くのがそこをまたいでフィルターっていうのをハマらされて。今は1年やめたら、すいません。はい、この辺カットですね。ちょっと使えそうにないですね。じゃあ今の使っていいよ。いいんです。名前だけ P で。あ、名前だけ。はい、確かにその管理感動じゃん、うちは。はい、そこでの誇張もあると思う。俺は正直でも買い取りましたらそれが下手だよねって言って。でもそれもあるです。正直そのそもそもそうなっちゃったことの原因もあるかなって。ただその何だろう、俺多分井村さんが、井村さんの人間らしさって井村さん多分社員出さないですよ。なんか俺人間らしさっていうのやめて。ドラ悪口って言ってくれ。悪口じゃない。あの俺井村さんめっちゃ好きなのよ。そのね、あのさっきの話ちょっと時々言ったけど、スナック行って一緒にカラオケしたりとかで、井村さんは結局そのなんていうか、多分ですよ、そんなに強くないんですよ。強くないんですけど、その強みしてそうで、社員とかに、なんか強くいなきゃなと思ったら、強くって、それがやっぱり、ここが、下からは、それが怖いんですよ。
でも、甘いじゃないですか。逆にもっと本当は井村さん、本当にはっちゃけて喋っとる時とか、ふざけてる井村さんって、今の例えばどんどんなんかパーティーさん絶対知らないし、知ってるから、あの若い子は知らなくていい話、ね、そういう井村さんを見たのこっちサイドから見たら、そのスタイルでいきゃいいのになーって思っちゃうから、なんか硬いのかなと思うけど、いやなんかあのそれに近い人だな、そういうスタイル怖い、怖い、あの仕事は仕事、まあ、メリハリですか、メリハリ今のうちにもさ、嫁さんとかこうさ、こうです、何なんでこれやってないの、まあ、言うの、ちゃらけたら死ぬっすか、基本ないっすね、自分から、なんでこれやってないのって言ったら、俺だったら、あんた自分じゃなーって言われるじゃないですか。で、それをずっと言われ続けて、何を。俺はもう、思ったことを言うと喧嘩になると思うので、飲み込んだ。元からそうですね。元が違うんですよ。俺はもう飲み込んだ。根本、根本がそうじゃなかったんですよ。言っちゃう。でそれで散々ぶつかって、でようやく言わんようになった。それも嫁だから言ってくれる、変な話だけど社員は言ってくれるんだよ、こんな話だって言ったら分かるんですよ。じゃああれだよ、もっとオープンはしてばいいんだよ、いやしてるつもりなんですよ、多分出し切れてないです、そうそう、だしてるつもりなんですけど、それが伝わってないんですよ。だから今日は100億円ぐらい、ごめんごめん、子供がこうでとかサッカーでこうでとかっていう話しとると、やっぱりめちゃくちゃなんか熱量が多い人なのに、だから 俺は基本的に好きなんですよ。ただ多分周りからしたら信じたい人なんだな、はい、見えちゃうかな。俺は朝日だから、朝日今日スーパーぐらい見たいですか、見たいですか、じゃあこれだけ言わせてください、じゃあ浜田さんこれだけ言わせてください、心配しよう悪口めちゃくちゃ悪口俺何気に腹が立ってるそこだけ、じゃあ腹はネタすよじゃあネタだけどそれ悪口まあでも、まあ浜田さんすいません本当、いや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 、まあでもまあ気づかされました、あとはみんなから相談されるようになると、まあそうですね、そこが悩みです、ね、なんか浜田さんの現場にちょっと前まで結構俺現場行ったと思うんですよ、ああ結構喋るよね、はい、そうですか、で僕はあの案外気にしていたかったんですよ、だけど結果、まあ、こういう風になってて、それのあの最初の話なんですけど、あの腹が立ったのとショックなのと半々に言ったのがそこなんですよ、頭の中では気にして行ってどうですか、どうですか、いや俺はさ、その周りから聞いて、あ今ではこういうことしようかなと思って、こっちはやっぱ構えるわ、はい、おーおうろー、その見せ方っていうか、よしよ、今ではああいうこと言っとんだなあの子、一切僕ハマさん一回見たことないですか、同じ呼ぶぞ、一回見たことないです、いやそこはみんな、そこは、いや、パイプはそこに中立の立場で、そうだよね、インダさんの言うことだよね、こうだよね、あれは、言うこともうまいよね、うまいよね、そこは、いや、そこは歯がゆいのってあります、井上さんと井上さんは私は、結果、俺が悪者になればいいなと思いました、井上さんはですよね、だから遅く決定してやりますから、俺もなりゃいいから、俺は何のためですか、お兄さんのためです、結果決意って言うな、決意は過去ありますから、何があっても行きますで、はい、じゃあぼちぼち締めていいですか、おらんくなってからどう、暑かった、おらんくなってからの方がちゃんと喋ってたっていうか、はい、俺は違う、いや浜田さんダメ
決めそうだね。いやもう締めますから、もうまたね言いますから。まあ一つまず本当にいい職人を集めてる、我こそはっていう職人と、で俺は職人経験あるやつ、営業やってほしい。僕らはまあお金もらうんだから、儲けるんだから、逃さなかんだから、いいものを安く提供するのが俺らの仕事だから、もう一回使います、いいものを安く提供します。じゃあ塗り替え道場一択だ、愛知県はね。いやこんなせ、ね、じゃあ本当に思う。ただ俺今ずっと思ってるのが、職人さんの単価を上げたいですね。ああ、結局もうその世間の相場が下がる。あるさん、ダメ。世間の職人さんの賞たちは入れたい。相場が本当に下がっちゃって。でもそれって品質も何でも度外視の、あ、まあもちろん安いになっちゃうとか。あるさん、分かっちゃう。ただその職人さんって今もう不足してる中で、でもこのものづくりじゃないですか、うん、ものづくりしてくれてる中で、いやそれを伝えていくのが営業じゃないのって俺は思います。営業もそうなんですけど、だからこれ塗り替え道場は不足してるけど、世の中塗装職人あふれとるからね。あの屈折みたいな職人パオル、まあ、そうですね。そのうちの規模で言ったら、いい職人さんがいい仕事をしていい金額もらうって当然だと思うんですよ、うん、その職人さんたちがもらえない社会になっちゃってるのがやっぱりなんか もったいないなって、うん、だからその職人さん減ってる中で、やっぱりその、うん、安くやりたいのも分かるんですけども、うん、やっぱりこの職人不足の中で少ない中でかかっちゃうよっていう、結局その工事って人件費じゃないですか、うん、この人件費削ったらもう悪い仕事をする、うん、業者も絶対出てくるんで、出さしてほしい。まあそれがまあ だから浜野さんみたいに、あの安くてもいいし、あの自分のプライドが傷つくから手に行きたくないっていう職人さんは腐るほど多くなって、うんうん、そういう人を腐らしたらダメだと思うんで、うん、だったらやっぱりそのそれなりに申し訳ないですけど、視聴者さんだったりとかお客様、うん、お金かかりますっていうのは分かってほしいなっていう、うん、ぶっちゃけ、うん、でも本当にまあ締めで言いますよ、本当にこの動画本当にリアルだから、いい人しかもうこれ職人はね、うち本当にそう思うんです。だから本当に何百人でも使ってきて、うちの数十人しか残ってない。だから本当にどんだけ本気にかけて金かけていい人集めて、そのレジェンドおると思ってんの、それで結果すんだよ、いい仕事したい。高でもお前は高菜扱いしないから、めちゃくちゃ。はい、視聴者皆さん、まあ動画もなくなりましたけど、まあ、最後はこうちゃんと編集さん使ってください。まあそれぐらい職人さんから見たら本当に分かると思う。でも頑張ってる職人、頑張ってない職人っていっぱいおると思うけど、本当に一回ね、職人もね、じゃあうちの仕事一回受けてやってもいい、あビビると桁が違う、あの頑張ってる、僕頑張ってます、僕いい仕事します、何百人って聞いた、そんな世界じゃないから、マジで厳しい、本当に細かい。まあほんでね、この俺の厳しさについてくれる営業がいないから、営業来てほしい。で本当浜野さんで職人以外のやつ1ヶ月2ヶ月3ヶ月ちょっと勉強で営業やってみたい、2ヶ月以上働くつもりないけどちょっと営業やってみたいみたいなやつが、我こそはってやつちょっと来てほしいと思います。ぜひ皆さん遊んでください、よろしくお願いします。せーの、また見てね。俺もいるよぐらい。行ってらっしゃいませ。じゃあね、お疲れさん。お疲れさんです。来るかい。行ってらっしゃいませ。ありがとう。はい。